グラウデンツ級軽巡洋艦は、ドイツ海軍が建造した軽巡洋艦で1911年度海軍計画で2隻が建造された。ドイツ海軍での類別は小型巡洋艦。本級は全級であるカールスルーエ級の改良型として、設計、建造された。変更点は、計画速力27.8ノットを達成するために、機関出力が増大。 機関構成は別タイプの機関を搭載して比較した全球までの経験を活かしてドイツ海軍の正式型とした。ボイラーはソーニクロフト型にライセンス生産した手術者が改良を加えた海軍式手術ーニクロフト型水管艦,艦を石炭戦勝艦12機と重油戦勝艦2機の計14機に推進機関は高速型直結タービンと 低速型直結タービンを1機ずつを1組として2組、2軸推進で計画速力を上回る最大速力28.3ノットを発揮した。戦後は賠償艦に指定されてフランスとイタリアに引き渡された。本級の武装、装甲配置を示したイラストボン級の船体は全級に引き続き、朝鮮首脳型戦体を採用していた。 艦首は前方に強く傾斜したクリッパー型の艦首から中央部が狭い艦首甲板状に波切り板を設けた。後ろに主砲の10.5センチメートル速射砲を棒立てのついた炭素砲画で一番に番主砲を並列配置で2機、その背後に司令塔を基部とする船橋を乗せた箱型環境と全部マストが立つ。船体中央部に等間隔に並んだ4本の煙突が立ち、 その周囲は関西艇置き場となっており、関西艇は日本一組のボートダビットが片源二組で計四組により運用された。原則甲板上には 10.5cm 速射砲が片源四基配置された四番煙突の後方に後部マストが立ち、後部甲板上に11番12番手法が後ろ向きに並列で2基配置された。ありがとうございます。